金光東院高等学校は、大阪府大阪市生野の区、工事東4丁目にある私立高等学校。男女共学、普通科の家庭を設置し、特別進学、エンカレッジ、IT ライセンス、アートアニメーション、ライフクリエイティブ、トップアスリートの6コースを設置している。分離進学コースでは、大学進学に対応したカリキュラムが組まれている。IT ライセンスコースでは、 コンピュータの活用能力を育成することに重点を置いている。ライフクリエイティブコースでは、専修学校との連携、協力の下で、ダンス、聖火、中国語、福祉など11分野を学ぶカリキュラムが組まれている。トップアスリートコースでは体育に重点を置いたカリキュラムを組み、部活動と連動して、競技能力の向上及び部活動大会での上位入賞を目指している。 以前は、何わ女子高等学校という名称の女子校だったが、1999年に、金光東院高等学校への解消の上で、男女教学となった。関西福祉大学は、系列校であり、内部推薦入学制度も実施されている。大阪府内の高等学校としては初めて、1998年度に、大阪府の訪問介護員養成研修事業の指定校となり、 一定の授業と実習を受講することで、訪問介護員資格を取得することが可能となっている。大阪市生野区の国道479号に、面した場所に立地している、生野キャンパスのほか、奈良県柏市に柏キャンパスを設置している。柏キャンパスには、クラブハウスやグラウンド、自炊用かまどなどを有し、部活動や学校行事などで使用されている。バスケットボール部、 バレーボール部、柔道部などを強化指定クラブとして位置づけている。バスケットボール部やソフトボール部はインターハイや近畿大会への出場経験がある。何は女子高等学校時代に水泳部がインターハイで3回総合優勝を達成している。ありがとうございます。